おはようございます。かぶくんです。嵐からのスタートですね。いや、でもそんなにまだ強くないですね。ゆういのや,やさん、頑張ります。かぶさん、胃腸は、えー、中国が原産で、恐竜時代のデュラーキーからあるらしいですよ。生きた稼ぎって言われてるみたいです。しかも、絶滅危惧種らしいですよ。あと、胃腸といえば、銀、え、杏、ー、は大好きですね。でも、銀杏も食べ過ぎると中毒になるらしいんで、 食べすぎ注意ですね。やっぱ何でも注意ですね。でもあの、茶虫に入っている銀なんとか好きですよ。うん。はい。あ、絶滅危惧種らしいですね。どうりでベルギーにないわけだ。うん。イチョウの葉っぱって確か東京都のマークでしたよね。確か。あれ違うっけうん。 でも、胃腸って、なんか、ジラーキーからありそうな気がします、なんか。うん。あの、カブさん、NASA が木星の表面に人の顔みたいな部分を発見したらしいですよ。でも、見てみたんですけど、人の顔には見えなかったです。えー、木星の表面はグロテスクなんで、あの表面はちょっと苦手ですね。えー、遠くから見て、見る方が綺麗ですね。あ、そうなんですね。うん。人の顔みたいな部分。なるほど。 なんか、白くて、なんか茶色っぽい感じでしょうかね。あの、うん。なんだろう。あのカフェ、カフェラテみたいなやつ。カフェラテみたいな感じ。うん。なんか木製ってなんかカフェラテっぽくないですかなんか。うん。カブさん、ベルギーにも低気圧の嵐が直撃するですね。外にあるものは中に入れておいた方が良さそうですよ。気をつけてくださいね。そうなんですよ。今着てる最中ですね。 今、えー、朝の7時50分なんですけど、えー、これからお昼過ぎにかけてピークを迎えますね。うん。あの、テレビ中継のカメラ、来てましたよ。うん。ゆんままさすいません。僕、勘違いしてましたね。あの、かぶくん、私、新潟じゃなくて、九州の福岡ですよ。いや、そうでしたね。すいません、ゆなさんと勘違いしてました、確か。うん。すいません、あの、九,九州の福岡でした、確かに。うん。 あ、そう、それで、リ,リプレイで佐賀公園来るから九州上陸っていう話は確かありましたよね。うん。すっかり大勘違いです。えー、佐田さんおはようございます。今朝は改正です。本日11月2日は書道の日です、えー。公益財団法人、日本習字教育財団が制定しました。予想最高の気温は22度ですということですね。うん、書道の日ですよ、今日は。 そしてお天気観測お疲れ様でした。今日は動画のタイトルが、えー、外国語になっていますね。翻訳したところ、そうえー、確認翻訳して確認したところ、えー、フランス語のようですね。文法も相当理解して文章を書くこともできるんですね。えー、すごいです、えー。比較的天気がいいですが、雲が多くてすっきり晴れる時間は貴重のようですね。明日は嵐が、えー、到達する、えー、到来する見込みですが、 体調回復のためにも、明日は自宅でまったり過ごすのがさそうですね。いや、その今日嵐来てますね。しかも昨日、これね、アザラシがいましたね。うん。テレビ中継も来てますし。うん。えー、朝、よろしくお願いいたします。えー、中田克彦氏の YouTuber はかなり偏っているんで、鵜呑みにした方がいいですよ。あ、そ、そうなんですね。うん。 なるほど、うん。結構そういう方、コメント多いですね。うんえー、よろしくお願いします。飯山先生は、アラビア語と英語を堪能なんで、一時情報をリアルタイムで取れるんですよ。えー、それから分析の仕方が鋭い人ですと。うーんなるほどですね。あのー、うん。僕もそう思ってて、結構、あの、なんか腑に落ちるんですよね。うん。えー マイク・バーティラさんどうもです。株くん、こんにちは。スラカさんへ、えー、欧州では一般的に昼食はメインの食事で温かい食事をとります。大きな会社では、えー、社食があり、ありますよ、うん。夕食はコールドミールなどの簡単な食事の場合が多いですね。うん。ラテン系の国などで昼食に2、3時間かける場合も多く、えーえー、一旦弱に戻って食事をする場合も多いそうです。 うん、何とものんびりしたいもん、したもんですよ。これ聞いたことありますね。スペインとかですよね。え僕がいたベルギーの職場にも職もありましたが、社内が愛妻弁当を持たせてくれました。うん。ベルギー人の同僚もランチボックスを持ってきま、来てましたね。だって、えー、社食は、えー、結構高いんですよ。うん。あ、結構高いんですね。この辺は詳しくなかったんで、ありがとうございます。社食も結構高いんですね。うん。 結構じゃあ、あの、会社の人たちみんな、お弁当持って行ってる人多い感じでしょうかね。うん。なるほど、そういう感じみたいですね。そう、あのね、ギリシャとか、あのスペインとかね、あの、暑い地域って、あの暑くなったら仕事をやんないっていう、なんか、やんないっていうか、そういうね、なんだっけ、えっと、シエスタってのあるんですよね。うん。結構これが長いんですよ、また。うん。 みんな時間はそんな気にせずのんびりっていう感じですよ。うん。えー、かぶさん、お疲れ様ですね。嵐が来てますね。えー、クラゲがたくさん打ち上げられていますが、ね、うん。それはもう生きていないんですかでも、色が綺麗ですね。海にいたのはオットセですかアシカですか珍しいですね。えー、嵐が、えー、嵐で迷ったのかもし、えー、れないですね。かぶさん、見れて、見れてえー、撮れてよかったですね。 うん、これってアザラシっぽくないですかなんかアザ,ラアザラシのような気がしますよ。なんかアザラシかななんだラッコラッコじゃないですね。うん。そう。しかも2頭置いて結構珍しかったですね。うん。あのくらいではなくなってるんですかねちょっとわかんないですけど。うん。あんなにたくさんいたのは初めてですね。うん。 えー、ようさんどうもです。かぶくんお疲れ様です。えー、40秒前でしてコメント。今日は、えー、PM2.5、黄差が飛んでる。明日はもっと飛ぶらしい。あ、そうなんですね。喉は意外が、鼻水ファクション、頭痛、ボロクソです。うん。しかし、明日から佐賀のチャレンジ返したよ。えー、頑張る。でも遠いな。PM2.5 じゃなくて、雪地飛んでこないかなうん。グッズ購入も出遅れて到着だ。 来月到着らしい。ああ、レトロ星人、昭和人には辛いな。うん。スペル見てるだけで参るよってことですね。えー、えでも、やらないことには始まらない。ふう。え、陰気臭くなっている。陰気臭うん、どういるんってことあれ陰,陰気臭くなっているヨウちゃんでした。まあ、一家、狭いネえトですね。うん。陰気ね。陰気臭くなってい、ね、るヨウちゃんでした。ということです。はい。<laughs> と、そういうことですね。 うんなるほど。はい。交砂飛んでるんですね。交砂が飛んでるらしいですね。うん。この時期に交砂って結構珍しいですね。多分。だって、あの、もう大陸の方は雪が多分積もり始めてると思うんで、あの、雪があると黄砂飛んできませんからねで。飛んでくるっていうことは、まだ雪が積もってないっていうことかもしれないですね。うん。 はい。というわけで、どうもです。あの、応援してます。佐賀,佐賀のチャレンジ、あの、佐賀の、えっ、ー、と、リえっ、ー、と、リプレイね。うん。